竹山科学グループの提供でお送りします。さて、こちら工場萌えという言葉を聞いたことありますか？工場の外観を写真撮影したり、工場見学に夢中な人たちのことをこう呼びますが、この言葉に象徴されているように、今工場という建造物に熱い視線を送る人たちが増えています。その動きは県内にも広がっているようです。取材しました。あれ結構種子島の宇宙センターの、あの H2 ロケットでしたっけ、ロケットの発射台みたいな感じでかっこいいですよね。そう言ってカメラを向ける一人の男性。レンズの先には光を放ちながら佇む工場がありました。射水市の山本哲司さん、34歳。そうですね。こうやって夜な夜な工場の写真を撮り続けています。ダクトとか階段のこんなんでもいいんですけど、はい、規則正しいこういう幾何学的な、はい、あんなのがやっぱグッときますよね。かっこいいじゃないですか。富山にもこんなとこあるんだっていう、はい、実は山本さん、アジア規模のコンテストでグランプリを取ったこともあるプロのカメラマンです。仕事で撮る写真は主に自然の風景や祭事など。それがある日仕事で工場を訪れたことがきっかけで、自然とは対極にある人工的な建造物、工場に魅せられていったといいます。山本さん、工場萌えの理由をこう説明します。それはないですね。前近未来的ですね生きてるような感じもあるんですよね。その煙が出てるようなところとか、はい、日頃はまあ機械なんで、メカなんですけど、煙とかがもうもうと出てて、見ると、あ、生きてるなっていうのを感じることがありますね、はい、こちらの写真は港のクレーン。あるものに似ていると楽しそうに話します。海王丸のところで来てた大きなクレーンの船ですね。これなんかもうなんか竜みたいで面白いじゃないですか、ね、そうやって見るのが結構楽しいなっていう生活の島まま今まで工場、そういう綺麗なものっていう対象としては見てないんですけど、写真として見たら、あ、こんな綺麗だったんだなって思うことはあります。工場に見せられる大人たち。インターネットなどで工場が造形美として紹介されたことなどから、今全国的に工場が人気を集めています。その動きは従来の工場見学にも波及。製品の生産工程を見学できるツアーの注目度もアップしています。南砺市の柿餅やせんべいなどを製造する工場。この日、愛知県からのツアー客が工場を見学していました。従業員の説明に耳を傾けるツアー客、楽しそうに見学する人、真剣な表情で生産ラインに見入る人、様々です。珍しいも見せてもらいました。そういうとこ見たことないからね、うん、よかったよね。食べたくなるから買いました、いっぱい工場を運営する日の出屋製菓産業によりますと、新たな工場ができたこともあり、工場見学や店舗にやってくるツアー客は年々増加。今年は一昨年に比べ倍近くになっています。本当に工場ブームは感じます。非常に、まあ、若い方も増えておりますよね。工場見学以外に、まあ、立ち寄りで、お越しのバス等ですね、工場見学をされて、それから私どもの店舗に、立ち寄りをされてお買い物されるお客様とですと、やはり工場見学をされたお客様の方が、まあ、買い上げ単価が全然、まあ、倍ぐらいの違いがあると思います。企業にとってはイメージアップが図れる工場見学ツアー。一方、県内への観光客誘致の切り札としても期待が高まっています。富山県には非常に多くの先端産業が立地してきております。そういったものもこれから産業観光の大きな柱になってくるんじゃないかと。その時にはこの工場萌えというのはとてもインパクトのあるきっかけになるんじゃないかというふうに考えております。夜の工場にレンズを向ける人、
工場の内部に興味を持つ人たち、県内でも工場に見せられる大人たちが増えています。県内には大きな工場もたくさんありますので、工場好きの方にとっては絶好のロケーションが備わっていると言えそうです。東京などでは町工場を訪ねて職人さんの仕事を間近で撮影する主婦もいるそうです。県内ではどこまでこの工場ブームが盛り上がるのか注目です。